はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。ストーカーロストアルファの続きをプレイしていきたいと思います。まずはですね、他の動画でも喋っているんですけれども、ただいま私風邪でですね、喉の状態がもう喋るのもしんどいぐらいまで悪化しています。なのでちょっと聞き取りづらいところとかあると思うんですけども、ゲーム頑張って続きをやっていきたいと思います。まずはですね、前回はヤンターですね、ヤンターを探索して、で目的としてはね、このニンブルさんに依頼されていたエコログスーツを見つけたかったんですけど、見つけられなくて、録画外でですね、少しこういろいろ回ってたんですよね。で、結局見つけられなかったので、多分この建物の地下とかにあるのか、それともまあ、見落としている可能性もあるんですけども、あとはこう、ヤンター回ってて、まずここにリペアする人がいて、で、この人もあれですかね、ツールを持ってきてくれみたいなタスクが発生したような気がしましたね、確か。で、真ん中の、ヤンターの真ん中のここはミリタリーの人たちがいっぱいいて、でも特に何か襲われるわけでもなくて、アイテムがあるわけでもなく、多分後々意味があるんですかね。で、今いるのがこっち側、コンストラクションサイトですね。ヤンターに入るときに、一回ここにね、寄ったんですけども、夜だったっていうのもあったし、弾がなかったっていうのもあって、すぐ目的のヤンターに、前は行ったんですけども、録画外でちょっとこう探索してて、で、まずは、ここですね。ここがメイクスですか、マークス、メイクスの本基地というかになっていて、でここにモンバンさんがいて、合言葉がないと中に入れないぞと言われて、で、入ってみたら攻撃されて死んじゃったんで、合言葉を探していたんですけども、今でここですね。でここにその合言葉を知っている人がいて、で教えてほしかったらラジオの修理するためにですね、この修理箱と、ここですね、トランジスターを取ってきてくれと。でこの2つも、探索しててもうすでに取っていたんで、で、これからちょっともう一回話しかけに行こうかなと。で今回はですね、ショットガンで探索しました。前回もったいないことして、やっぱりミュータントをこう狩るときはショットガンとかがいいですね。弾も安いですし。でここのトレーダーさんが、そうですね、メイクスのバーは避けておいた方がいいと。あそこに入る方法は合言葉があればいい。合言葉を喋る、話してくるにはどうしたらいい、必要なもの。で、これはもう持ってるんで、で、もう一回話しかけて、合言葉がこれですね。これは多分メモっておかなくても大丈夫かな。
この辺りで何が起きているんだ。デューティーとフリーダムの小競り合いの大半がここで起きていた。それに他の連中が加わって規模がでかくなってしまったと。うん。で、他に何かしなければならないこと、実はある。ダークスケープの川にいる船に積み荷として運ばれてきた燃料が保管されている。そいつを吹っ飛ばさなければならない。そんな積み荷が間違った使われ方をされてどれだけの被害が出ると思う。あっちにあるメイクスの基地に行ってくれ。俺の代わりのやつが屋根の上に RPG を仕込んでおいた。そいつを使って積み荷を吹き飛ばしてくれたらがっちりまとまった額の金を払おう。了解。メイクス基地の屋根にある RPG を探せ。でダークスケープってっていうのは、ベレスさんの鉱山の方ですね、ここ。ここにあるメイクスの基地ってなると、どこだったかな。この辺車で にあるんですかね。ダークスケープ、あ、ここあれだ。そうですね、ここにありますね。でメイクス僕一掃しちゃっているような気がする。でコメントもらってたんです。後でタスクがあるっていうのはコメントいただいてたんで、これのことかな、ひょっとしたら。もう一回ここに行かなければならないですね。でその前にじゃあ合言葉聞き、あ、待てよ、トレーダーさん、今回車で来てないんで燃料缶買っていきたいんですけども、重いんで今回やめときますか。よし。合言葉使う場所が、ここですね。じゃあここにちょっと行ってみましょう。詳しくはですね、まだ探索してないんですよね。ざっくりとなんで、多分見落としているアイテムとかたくさんあると思うんですけども、でこの道をこっち側ですね。喉がやられて、本当に息も苦しくてですね、何事にも集中できないというか、本当にしんどいですね。久しぶり、数年ぶりかもしれない、ここまで熱上がったりとかね、普通の風邪の症状はまあそれなりにあるんですけども、この声が出なくなるっていうのは本当に久しぶりですね。もうなんだ、読み込みが
あ、なんか獣がいる。ちょっとクイックセーブして、獣の素材がですね欲しいんで、獣を積極的に。オッケー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 。あ、いいですね。おお、素晴らしい。雷、すっごい光るんだけど。なんかあるな。もうだ。ちょっと光りすぎ、画面が真っ白になるんだけど。ここですね、ここにメイクする。ちょっと雷やんでほしいな。じゃあクイックセーブをして、門番さんに、合言葉を知っています。ありがとう。チェックですね、とりあえず。ここにショップがありますね。とりあえず行ってみましょうか。なんかこれバグってないですか？軽く大丈夫かな。あまりにも光りすぎのような。うわ、ちょっとやばいな、この光り方は。ポケモン現象が。私は聞けない。玉200円。いや、まずいいかな。この辺の食料を盗んでいこう。
うわ、何これ。な、これやっぱちょっとおかしいような気がするな。店の中には入れない。これちょっとおかしいような感じしません？絶対におかしいような感じがする。なんかこのトレーダーさん、顔がちゃんと作られているというか、でも後ろが光ってて、新しく作ってもらった顔ですね、きっと。オリジナル版ではなかった、ロスアルファでちゃんとモデリングされた。上部仕事はないか。あるぞ。見てる感じかな。レアウェポン、レアウェポン、オールドバーグ、インザガウスライフル、ガウスライフル。新たなタスク、ファインドザガウスライフル、ガウスライフルを見つけてこいと。ありがとう、ありがとうというか、返さなきゃいけないかな、この人に。自分で使ってみたいけど。車で来るべきだったかな。燃料缶、まず食料とか売って、いらないっすね。400円か、とっても。うん、とりあえずトレード。で、ガウスライフル、ちょっとこれ眩しすぎるな。場所は、ファインドザガウスライフル。おお、まさにガウスライフルですね。場所は、おお、ここか。はあ、はあはあ、ダークスケープにもう一回行かないといけないですね。これだいぶ遠いですよ、こっからダークスケープは。これね、多分確実に僕バクってると思うんで、一回、そうですね、一回切りましょうか。このまま続けてもう嫌な予感しかしないんで。はい、ということでですね、バグっていたので、一度ゲームをですね再起動しまして、今またあのヤンターに戻ってきてるんですけども、でここでちょっとお金を貯めて燃料缶を買ってから、あのブラック、どうしたっけ、ダークスケープの依頼の場所に行こうかなと。結構距離があるんで燃料缶を買っておいた方がいいかなと思って、回っていったらここにですね、今ヤンターの右端ですね、右上
あそこにですね、なんかスーツっぽいのと、あの青色の回復薬があるんですけど、ここがですね、アノマリーが上から入ってくるとかなのかな、それか向こう側の穴から入るとか、こっち側からっぽいですね。こっち側からあれ入れない、入れる、オッケー。あー向こうに、おおなんだ、手榴弾と弾と、UDP コンパクト、45口径ですね。あ、いけた。回復薬と SSP99M スーツ、これはおなじみのエコロジストさんたちが着ている防弾の性能は低いけども他の性能が高いってやつですね。うん、放射能も高い。SSP99 スーツの高品質改良型、より向上した弾丸や手榴弾片からの体の防御性能を発揮する、科学者の遠征隊と共に行動する護衛部隊向けに設計されている。これいいですね。防弾に対してはやっぱこっちの方が強いんですけど、いやでもこっちですね、こっちの方が良さそう。 OK、セーブ。でどうやって戻るかですねこれ。あそこからまた、いけない、ほっ、あら、いけない、
けたいけた。おお。で、今お金が1万2000円。ちょっとこの辺でミュータント買ってお金貯めて、で、ダークスケープに向かいたいと思います。ごめんなさい。咳が、風がひどくてごめんなさい。はい、ということでちょっとカットで、お金貯めしたいと思います。はい。ですね、今ダークスケープに向かっている途中なんですけども、シドロビーチさんのですね村にちょっと今立ち寄っているところです。で、ツールを前にヘリコプターのところで撮ったツールをですね、このフォックスさんに渡していいものなのかどうなのかちょっと迷いますけども、渡しちゃいましょう。これで多分もう一段階高いところの改造ができるようになるはずなので、ですね、 OK、 ツールフォアファインワークを渡してアップデートで、またあれですかね、さらにツールが欲しいですかね。ちょっと見てみますか。まずこのスーツを、さすがに一番右はまだですね。一番右は、なんだろうこれ。ツール法はなんとか、カリブレーションと、あとなんか、さらなるデータを必要としているって書いてますね。じゃあまず左側、でも高いな。金がぶっ飛んじゃいますね。改良負荷、前段階のアップグレード、さらなるデータを必要としている。フラッシュドライブとかを買ったり取ったりしないとできないのかな。ここはどうしよう。防弾性能と衝撃と耐久性、耐久性こっちで上げて、8000、高いな。この辺あげますか。ダメ、もうきつい、もうきついよ、お金が。銃をどうするかですね。重量マイナス1キロ。精度を上げたいけれど、とりあえずここで我慢しましょう。お金がちょっともったいないですね。
でリペアをしないと。リペアももう高いっすもん。うわー、これはきついな、お金貯めるの。はい、ではこっからここですね、行ってダークスケープ行ってここですね。はい、じゃあちょっとカットで向かいたいと思います。